ノクさんこんにちは。投資は確率である。まあ確かにそうなんですよね。確率というものがやっぱりその投資案件に対して算出できなければ、まあそれはね、雲をつかむような話だと思いますし、ノクさんの話すごくね、ためになるなっていうところが何点があったんですけども、私も同じように感じるところばかりなんですよね。で、少なくともその投資がどこから利益がもたらされているかっていうふうな分解ができない限りは、そこに足を踏み入れるべきではないかなと思うんですよ。要するにビジネス感覚とかっていうのはどうしても必要になってくるんですよね。例えば紹介制であるものっていうのは、新しい参加者さんのお金が紹介料に回っていることはこれ明白ですんで、まだ投資がね始まってない時にそういうことが起きますからね、紹介料っていうのが。そうなると結局その言ってみればね、ネズミ講の上に投資っていう商品が薄っぺらくポカッと乗っかってるだけで、その投資っていう物体には何の実体価値もなくって、投資すら行われてないってことになります。つまり悲惨するとポンジスキームってことがありありとなんかね浮き彫りになるわけですよね。いや、このぐらいはやっぱり 見抜かなければやるべきではないと思いますし、まあ見抜けない人が投資っていう言葉に呼び寄せられてそこに参加してしまうんだと思います。っていうのがね、そんなもの投資でないのになっていうものに投資と勘違いして参加する方が大体お金を失ってるんですよね。まあですんで、逆にですね、これは投資じゃないんですよって言っても投資だと思ってましたっていう方がまた大半出てくるっていうのは、いかにね、その分かってないっていうかね、こう言ったらね、死人に鞭打つような感じですけども、傷にしようみたいな感じですけども、投資ってものを分かってない人が投資だと勘違いする、まさにこの勘違いが全てを生み出してるんですよね。まあ、そうなるとその投資が成功率が何パーセントとか確率の前に、そもそも最初から投資じゃないし、単なる集金システムに足が突っ込んだだけで、最初から入れたお金が返ってこないっていう世界でもうジタバタして時間までロスっているってことがあると思うんですよね。挙句の果てには仲のいい人からその紹介話がどんどん来た時に、その仲良しすらも失ってしまうということがお互いに行われてしまうのかなと思いますね。まあ、ですんでね、やっぱり肝心なのは、投資ってのはメインにあるわけじゃなくて、投資のプロでも何でもない限りは、まずは自分の労働としての対価があって、その対価の中から余剰資金を作るビジネスがあって、そのビジネスから生み出した余剰資金で投資をおまけにするっていう感覚ぐらいがちょうどいいと思うんですよね。まあ、だから10秒後になくなってもいいお金っていう表現になります。だって100万200万って10秒後になくなってもいいお金じゃないですよね。20秒経ったら300万400万なくなるってことを覚悟できないですよね。ということはやっぱりそれに参加するべきではないなっていう大前提が、ね、あるわけなんですよね。まあ、私はノクさんと同じように最初からこういうふうなね、いくつかの条件をもとに、いろんな案件に取り組んでますんで、最初からお呼びでないものっていうのが大半なわけですよ。で、私から見るとね、よくそんな案件にお金投じることができるなって、マインドマインドっていう割には皆さんね、マインドが強いなと、お金を失ってもいいのかなとかね。で、最初に登録した時とかはお金がなくなることを覚悟してるとか言うんですけども、お金がなくなってみるとね、慌てよう、その慌てふためいてる姿とかね、まさにちょっと勘違いの温床かなと思います。まあそういう意味で言うと、投資は確率なんですけども、そもそも多くの方が参加している投資と言われているものは投資ですらないので、確率は最初から 0% と言わざるを得ないかなと思いましてね、今朝の放送にもつながるわけなんですけども、まあ、そもそもそれが投資かどうかってことを見抜けない段階でもう終わってるんじゃないかなと思うんですよ。で、少なくともね、やっぱりこう上手だと思える人とか信頼できる人に、一旦ね、やっぱり相談してみて、その人がどういう見識を持っているのかってことを込みで考えてみるといいんじゃないかなと思います。まず相談したら止めると思いますよ。だから上手な人とか上級者とか資産を残した人って投資ではないものに、ね、1円も投じないと思いますから、投じるときは投じた瞬間にお金を失ったという覚悟で、しかもその表現もすると思うんですよ。投資した瞬間にお金入れた瞬間に、はい、もうなくなりましたっていう覚悟を持ってやってるから、それがなくなってもね、織り込み済みですっていう一言で終わりで、いつまでもその案件が復活することをね、希望なく待っているってことはないと思いますね。で、逆にですね、何かの、なんか根拠があるとかね、勘が働くって言い方もありますけども、そういう時はどこまでも希望を失わずについていく、これもね、なんかその損切りをしないプロフェッショナルであることのゆえんかなと思います。多くの方が手放した案件でもずっとね、なんでそれをサポートしてるかっていうと、やっぱりそこにね、可能性を感じてるからなんですよね。この可能性を感じる感覚と、多くの方が離れていった可能性を感じない感覚とのどっちが正解かっていうのは、なかなかね、未来のことですから、分かりませんけども、少なくとも現時点でどちらの見識があったのかってことが、唯一の根拠になるのかなと思います。まあ、ですのでシンプルに、自分以上のスキルとか経験のある人が自分とは違った判断をしたとき、どっちを信じるかというと、キャリアのない自分、実績のない自分よりも、幾分ね、実績のある方に傾いた方がいいのかなと思いながらの投資生活でございます。
まあですけどね、やっぱり最終的には自分で判断することなんで、人の意見が必要ないといえば必要ないんですけどね。まあ、ただ今回言えるのは、投資ではないものに対する投資だという勘違いでのお金の投じ方、これは可能性が 0% ってことがね、何回繰り返しても同じなんですけども、私はもうそこはすっぱり分かって、判断してますね。でもやっぱりね、そこを見出せずに結局投資だと勘違いしてお金をボンボン放り込む人がいるのも、世の常なのかなと思います。大部分がそういう方なんでね、一部のちょっとあやふやな商品を販売している方とか、それを紹介する方が潤っていくっていう形は未だに消えないのかなと思うんですけどね。ニートもカントもでございます。どうも動画ありがとうございました。